すみません、小学行ってみたいと思います。今日の長文は会話長文で、これは皆様からちょくちょくご要望いただきます。先生、会話を扱ってくださいというリクエストに答えていってみたいと思います。で、皆さん、説問形式こんな感じでございます。合計9問ありますが、全ていきますので一緒に頑張りましょう。すみません、まずは確認していただきたいところが3箇所ございます。まずこちら、こちら、こちら、3箇所の一読をお願いいたします。さみさん、選択肢の全体像はこちらですからね。その中からまずは空所1番、検討をお願いします。皆さん、これ空所1番の右側に仮定法の過去完了のサインがありますよね。ですから、ひょっとしたらこの空欄1番のところには if s had 過去分詞、まあ、それが入るのかなと思って選択肢を眺めていただけますと、接続詞の if はないですが、仮定法の表現が一つありますよね。そうです、一発で F ですよね。まあ、知っていたらなあということで仮定法、そして知っていたら皆さん病院を訪問できていたはずですよね。ですから意味内容もバッチリでございますので、正解は F ということでよろしいかと思います。では、続いて空所2番の検討をお願いします。すみません、これ空所の手前ですよね。皆さん、内容的には皆さんお見舞いに行ったのにっていう発言ですよね。で、そういう配慮に対して皆さんどういう発言で返すかと言われたら、皆さんありがとうという選択肢がありますよね。そうです、正解は G ですよね。そう言ってくるなんて、なんてあなたは素晴らしいんだ。まあ、ひいてはそう言ってくれてありがとうということでしょうね。ですから正解は G ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空所3番の検討をお願いします。すみません、これ空所の手前の文章、このピンクのところでいけそうですね。お医者様が私に警告をしております。まあ、注意してくれてるんですね。で、そういうお医者様からの発言と言われたら、選択肢の H ですよね。Good advice ということですから、皆さん、まさにぴったりですよね。お医者様が助言してくれてる様子が伺えます。ですから正解は H ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番の下線部 E でございます。まず該当箇所こちらですからね。一読をしていただいた後、こちら検討をお願いします。すみません、これは work out が分かっているといいんですが、まあ、最悪分かんなくてもですね、この work から一応なんとか推測はできるかと思います。で、一般的に皆さん、work の主語が人間だったら仕事をする。まあ、それでいいんですが、今回は主語ざっとと書いてますからね。まあ、少なくとも主語は人間ではなさそう。で、それ皆さん読んでいただいて分かるかと思いますが、皆さん、この直前の内容でしょうね。まあ、インターンシップに応募しましたよと。ですから、主語は皆さん人ではなく物。で、その場合皆さん、work はうまくいく、もしくは作用するという意味でよろしかったかと思います。ですから、その応募したことはうまくいきましたか？まあ、おそらくそういう内容なんでしょうね。で、皆さん、それで選択肢の中でうまくいくと言われたら、皆さん、選択肢の B が良さげですよね。で、主語も things ということで状況。つまり、この応募したという状況ですよね。ですから意味内容上もバッチリということで、正解は B ということでよろしいかと思います。では、皆さん、続いて下線部ローに関して検討をお願いします。すみません、これ下線部の一番最後、この単語ですね、 Airy、 これをご存知の方はあんまりいらっしゃらないんじゃないかと感じがいたします。そして無理して覚える必要さないかと思いますが、皆さん、ここの熟語 Be right up my alley、私の能力に適している。まあ、もしそれを知っているんであれば、まあ、選択肢、まあ、あれかなって感じになるかと思いますが、さすがにそれもご存じないと。まあ、知らないという方が大半かと思います。じゃあどうしますかということですが、このアリーがわかんなくっても、このライトだったら訳せますよね。そうです。副詞のライトはまさにという意味でしたね。ですから、そのまさにという強調を示している選択肢と言われたら、皆さん、あれしかないですよね。そうです。選択肢は C ですよね。Suit me well。私にぴったり合っている。私に十分合っている。そうです。私に合ってる要素を強調してくれてますよね。ですから、この副詞の right。それの言い換えがありましたので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いてでございますが、この空所4番を一旦飛ばさせていただきまして、まずはこの下線部 A でございます。こちら A 作文ということで、皆さん、この設問3番ですからね。
デビさん、説明の指示の最後にあるこの最後の語は与えられている、これはまさに日本語で言うそこでのに当たる there、 それが与えられておりますので、そこまでを15以内と書いてますね。検討をお願いします。デビさん、日本語で分かりやすそうなこの文末の行く途中だった、これはあの有名な熟語が使えますよね。 Be on my way to どこどこで、どこに行くのかということですが、皆さん、そこでの会合と書いておりますので、特定はできそうですよね。ですから、be on my way to the meeting。で、最後に there をつけると。で、皆さん、be 動詞、時制はどうしますかということですが、皆さん、下線部 A の左側の文章。特に皆さん、このあたりで現在時制で表記されてますよね。ですから、そこに合わせて、なおかつ皆さん、主語は私はと書いてますから、I am。つまり I'm on my way。 で、皆さん、それにちょうどを足していただきますと完成ですね。ですから正解は I'm just on my way to the meeting there。 これでよろしいかと思います。さあ皆さん、次の問題でございますが、本文はここで一旦終了ですからね。で、皆さん、空所の選択肢は残りこれでございます。では空欄4番の検討をお願いします。さあ、これ空所の上のですね、この緑の三角括弧でくくったところ、このあたりが皆さん一つ目のヒントになりそうですね。まずこの前半であれば、オファーを得たと書いてますね。で、しかも私にぴったり。で、その発言に対して皆さん、ピートさんがザ・ベストと言ってくれてますよね。ですから、まさにこのシンディさんに対して嬉しいお知らせですよね。そういう選択肢が見つかってるかと思います。そうです。選択肢の E ですよね。まさに嬉しいお知らせでございますので、ハッピー。まあ、言い方を変えればおめでとうということでしょうね。ですから空欄4番の正解は E ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所5番の検討をお願いします。さあ、これは空所の上のこのあたりがヒントになってますよね。将来のお話でございます。で、この将来の話とつながる選択肢が一つだけありますよね。そうです、 J が良さげですよね。皆さん、Who knows ということは皆さん疑問文でございます。皆さん、疑問文の後はこの空所の右側ですね。その疑問に対する答えが書いてあるはずなんですが、誰が知っているというのか。まあ、誰というお話が書いてませんよね。ですから、疑問文の後に答えが書いていない。そういう時に我々は反語と呼びましたね。ですから、誰が知っているというのか。いや、誰も知らない。で、なぜ誰も知らない、誰もわからないかと言われたら、これだからですよね。将来の内容。未来のことなんですから、誰もわかるわけはないですね。ですから正解は J ということでよろしいかと思います。さあ、最後はこの下線部 H でございます。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さすがにこれは熟語の知識でいけそうですね。Keep in touch。連絡を取り合うんですね。で、それで選択肢選びなさいと言われたら、一発で C ということでよろしいかと思います。お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは A の知識問題、単純に知識あるかどうか聞いてましたよね。まずは括弧1番 things、 事態とか状況という意味ですね。まあ、もちろん物事という意味もあるんですが、できればですね things を見かけたら事態状況、こちらを皆さん優先して考えていただけると OK です。そして括弧2番副詞の right、 まさに。そして、カッコ様、主語に人が来ていない場合ですね。そういう時の work は、うまくいくとか作用する。そして、カッコ4番、これも単純に熟語の問題でしたね。連絡を取り合う。そして、カッコ5番、疑問文の後に答えがない。そういう場合は、反語を疑いましょうね。というと、こういう知識があるかどうか聞く問題もあれば、内容把握問題も織り交ぜられてますよね。というと、こういう問題がございました。The doctor warns me to wait。というと、これが空所になってましたね。で、もちろん正解は good advice でしたが、これが正解だと判断できたのは皆さん言ってることがほぼ同じだから。つまり言い換え可能だから、ああ、good advice 正解じゃないと思えたんですよね。ですから、こうして見てみるとですね、会話長文。これは評論文とやり方そんなに変わらないですからね。知識があるかどうか。で、一方、知識で解けないなと思った場合にはこっちでございます。言い換えを探しましょうね。ということでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸7番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。